展開するタイミング。でもプラント位置がいい。いや、LAZ ならかますでしょ。残ってるな、ラズ。一人削って、後部は破壊しました。ガチ解除、見えた、抜いた。これ、近くかなり強いぞ。バンブイは。うわー、バンバンクラッチキング。さすが。今日も見せ。残ったシュガーゼロ、クラッチプレイ誰か。こいつ、ゲーム上手すぎんか。うわーおレッツゴーアビリティを丁寧に使いながら、まずはショート手前を取りましたね。ランプエントリー。うわ、強い。ここはショーティーでまず抜きました。まさかのショーティー。ショーティー。ゲップが倒されます。ただ、いやでもナイスだ、テンタ。レポートでの裏取りは点、抑えました。ラズがショートからカバーのラインを敷いている中、手前のガイディングライト、ここは食らいません。ポイズンクラウドの中、超えてきた、出た。え、出た？ここはクローが倒された。え、手前。え、どうやって？2キル取られた、ガイディングライト、手前。しかし、バントのクロス。うわぉ、ここはゼタが立ちはだかりました。強すぎそれ。3人削る手前、オーブ回収のカルペ。うわ強い。ここはファーストブラッド。デップがフリックで倒しました。あ、ワン HP。 よく抜きました。ワン、はい、まず手前までどのように進行するか。デップの体力かなり削られました。バリアオブを展開してのスパイクプラントです。デップ死ぬ。裏から上がってくるマッチキン、トースだ。スイッチの音だよね。俺が消えたんじゃなくてスイッチの音が消えたんだよ。うん、4人取られたものの十分な削りでしょう。2本差つけられたゼータディビジョン。ここで物にできるか。第3ラウンド怖すぎ。これ B いないのバレましたね。はい、早めに寄ってくる前に仕掛けていきたい。フェイントランの開始、ラズの位置に圧がかかります。手前はどかすことに成功しました。設置位置に対してはモッシュピットが入ってきています。設置を通すことはできるか。うお、クロー抜けて超えてきたところ、やばい、デュエリスト闇落ちしてる。起爆タイミングはずらしました。後部が割れるタイミング、ゆっくりと上がってきたところ、トレードは取れた。ぶね、スリーベッツ、この距離のジャッジクラシック持ち替えて1人削られましたが、クローのカバーさらには点。ベンチのエリアをキープしました。ジャッジの音しましたね。聞こえてますね、うん、はい、聞こえています。サイト中をレコニングを使って取り切ることに成功しました。このアングル点少し削られた。ペイントダン帰ってきていますが、設置は通すことに成功しました。ゼータディビジョン、ただここはデップが倒されました。しかしテックロー、いやー、しかしショーストッパーのサイアプレイヤー 2v3 押しピット敗退と。うわー惜しい、はい、展開するタイミング。でもプラント位置がいい。いや LAZ ならかますでしょ。勝負が、いやでもギリギリ見えているが、残ってるのはラズ。1人削ってウィングマンは破壊した。いやこれラズならやるな。早めに後部を割りたいところ。そうですね、リロードタイミング。後部は破壊しました。ガチ解除、見えた、抜いた。これ近くかなり強いぞ。バンブイワン、うわー、バンブクラッチキング。さすが、今日も見せてくれました。これで T1 はエコラウンドになります。ただこの10の位置、シャワーをプッシュしてきているところ、横を取られました。早めにその分 B は取れそうですね。そうですね、 B サイトはエントリー完了しました。フッカー残っているマンチキンの位置、フッカーの警戒もできていると思うので、フッカーを取れない代わりにエルボーを強気に取りに行きますね。そうですね、スポーン側取りたいですよね。スポーン側広く取りに行きました。スネークバイトの開始、裏取りサイアプレイヤー、いないのが分かった。クラウドバースト、後部ロングから取り返しのサイアプレイヤー、手前見えない、バンがテンポを捉える。さらにはサイアプレイヤー、黒1人、しかしトリプルピーク、うん、ちょっともったいね。これが T1 のエコラウンドです。ただそのアクションを待ってからゆっくりと上がっていくゼータディビジョン。 A サイト側では浴場にバイパスピットを展開しています。 B ロングの取り返し、前マチキ見えた、惜しい、強いなカルペのカバー。いやまあそこはね、打ち勝つか打ち勝たないかで全てが変わったね。さらには浴場バイパースピットで抑えられています。 1v5 残ったのは点、1人削ります。この1人に対してスラッシュを切ってくるという可能性もありました。ちょっときつそうだね。ただそんな中体で抑えました。ゼータディビジョンはクローのブルドック、そして天のスティンガー、デップのブレイドストーム。どうでしょう、ポイズンブラウドの位置的に同じ設置をするとプレッシャーかかるんですよね。はい、
ペイントなんで設置の遅延を狙っていきます。おお、死んだ。死んだ。死んだ。噂もあります。クラッてますね。捕まっている。いや、二人。テップ、逃げ切れない。手前。天抑えた。しかしマスキングが。え、これ天太さ、ワンチャンない普通に。ショートパ。ランプここは避けました。これめちゃくちゃワンチャンよ。回り込んでいく。切れたところ。うわうめえ、それ。会場を任せる。T1。横取った。いやー、それウィングマンにするのうまいね。これが結構の強みだ。結構強い。勝負できますからね。結構むちゃくちゃ強いなそれ。勝負の調整倍だったんですが、浴場側広くエリア取れている T1。うん、取り返した。前に入ってきましたね。ただレコーニング下がるしかありません。ハイタイドの開始、強引にデップが抜けてきました。サイトが合流、初期持ち構えた。バリオブ分断したところ、ファーストバラスのデップ、バンのトレードキル。サイトなんか攻防展開して接地音を出しました。ショーティーの持ち替えで入ってくるところ、ここはシュガーゼロ。うめえ。さらにはデップが取られました。エルボーの勝負ではいや、でもいい返し、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 全然いい返し。残り時間は30秒あります。スパイカー落ちて中ですが、裏やばすぎ。裏からのタイプレイヤー、これはこのタイミング気づけるかどうか。正面ラズが一人取りました。ラズのポジション終わった。終わった。インポイントベイトラン。ゼータディビジョンは一度一歩引いて立て直すか。ただプッシュをしてくるサヤプレイヤー、前に詰めてくるこのタイミング。ナイスカバー、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 ハーバーのシュガーゼロが倒されました。設置が通しやすい映画を一旦選択して、設置後の動きの話し合いをしてますかね。さあ、ここはレコーニングの開始。A サイトすでに T1 寄ってきています。設置ポジションにもアプローチがかかる中、まあ勝負しないとスタン食らって勝負されちゃう。うわ、うますぎだろ、返し。マジでうめえ。進むことができません。うわー。おっと、黒。わあ、ワンチャン。しかし、いや、これうますぎだ、今のハーバーと結構の合わせ。この大ラウンドも、シーカーを先に切りました、ゼータディビジョン。さらにはトレールブレイザー。A ショートに対してはモッシュピットの返しが来ていますが、デップがショート上、エントリーしています。おお、ナイスカバー。危ねえ。トレードを取れました。スラッシュを切って、トリプル回り、入ってきています。設置は通すことに成功しました。ただ、コンテナ上、黒のこの位置。降りたところ、ナイスだ。デップがバンを倒しています。いや、カスケードを出してシャワー側からの射線を切っていきます。人数よりはゼータディビジョン4対3、なんとしても1本が欲しい。ディジーは2人食らっている中、ランプのナイスカバー勝負。ここはシュガーゼロのトレード。クローは死なない、クローは死なない。これウィングマンを切りました。ランプの勝負ではマンチキンが勝りました。ここでウィングマン、クローは死なない。クローの位置、スタンがかかった。まあ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 、まあ、ラズは決める。ラズなら決める。ブルドッグ、しかしマンチキンブルドッグ持ってる武器、ブルドッグ解除も成功です。ショートからトレールブレザー、ホクシックスクリーン、さらにはポイズンクラウドを上げて入っていきますが、カスケードの開始、ハイタイドを入れて入っていきますが、ランプにはジャッジが待ち構えている。リードのタイミング、いや、いいカバーだ。カルペ、カルペのカバーです。さらにはウィングマン、トリプル抜けはサイプレイヤー、上から押さえた。その奥に落ちているのはジャッジです、うん、シャワーからの射線でした。差をつけられました。1本でも多く取って折り返したいが、さあ、うめえなぁ。いやー、やりたいことうまくいかないな。どうしても削られちまったが、この痛恨にプラスセージがいるとエリア取りがマジでしんどい。そうなんですよね、エリア取りくっそしんどい。しかもさ、レイズだったらブームボットとかグレで無理やり取れたりするんだけど、どうしてもジェットだから難しいんだよね。だ、守りの方がよっぽど強いと思うよ、構成。どうしてもエリア取り強くいくの難しいから。ただまだこのオペレーターの脅威があります。そうですね、このオペレーターどう攻略する。おお、外した、ラッキー。シュガーゼロ、ただクローが落ちた。いやー、クローが倒された。自身の開始、ナイスペンター。ナイス、ランプの勝負、10ダブルキル。裏取り、抜いてきた。やはりこのマーチキンが、しかも犬入れるん、お前うますぎるだろ。ゲーム襲いかかるのか。What the、 トレイルブレイザーのプレッシャー、残
残ったシュガーゼロクラッチプレイ誰か。こいつゲーム上手すぎんか。うわーおレッツゴー。ほぼ取らせないという目的は強そうですね。そうですね。 A サイトはリテイクの配置です。エルボー、そしてスポーン側に対してはハイタイドで射線を切っています。空狼のこの位置どうキープするか。ナイス。サイト中での打ち合いはデップのファーストブラッド。さあ横にはまだマンチキンがいる。こことの打ち合い、スポーン側から取り返し、出たマンチキン、デップ2人目。しかしバンマンチキン気をついてきた。ナイス。クロー1人返した。クロー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 時間が少なくなってきた。頭どうかな。ピンク1人抜いた。イローのタイミング位置が分からない。エルボー惜しい。ここは2分の1でした。ただまだ選手は諦めていません。早い攻めですね。これですね、リーロングのこの取り方。エルボー側ショルダーピークで確認しました。ペイント弾が入ってピークはできませんでしたが、人数が削られることは抑えてエントリーすることに成功。あえて B ショートは無視してロング側に進行していきます。正面ではサヤプレイヤーがクローを倒しています。ロング側の勝負ではデップをゼタに抑えられました。さらにラズも持ってかれた。ショーティーで1人持っていきましたが、まあ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 、エコですから、サヤプレイヤー抜けてきました。同じ動きを取り入れてきましたね。データビジョンはフルバイのラウンドです。あ、いいですね。スローボを入れたことによって一旦こう出たいタイミングで入るのを抑えることができた。しかしトレイルブレーザー待てをしていた。サリアモッシュピット、逃げれない、逃げれませんでした。ビーロング取り返しのピーク、一人は取りましたがトレードキルです。見られてはいなさそうですが、デップの位置もう下がれない。壁抜け、フッカの右、デップフッカの右、フッカの右にいる。抜け抜け、フッカの右にいる。抜け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 。この打ち合いでは教えてもダメだった。ゼタがデップを捉えました。むちゃくちゃテレパシー送ったんだけど、いやこれしんどいな。しかしこの見えた堅牢な配置、あ見えましたね。成功が見られた。マンチキンがラインを上げてきました。いやどんまい、粘りを見せられるか。浴場取り、ナイス。ジャッジでのファーストブラッド10。しかしトレードに入ってきました。ナイスカバー。しかしここよく取った。デップが強引に人数よりをキープしました。浴場の主導権はゼータディビジョンにあります。いやうますぎそれ。すでに設置は完了しています。ここからの取り返し、人数有利を生かして取れるか。ただエルボーからスポーン側に回ってきている番。エルボーにはカルペ、壁もある、壁もある。時間を後ろからは番。範囲態度で囲んでエルボーからの射線を切りました。ここはデップが番を抑えた。解除、抜かれた。うわここは一歩届きませんでした。ゼータディビジョン韓国の T1 に対して2マップ目取り返した。前線は見せたものの、この第3マップバインドで撃たれてしまいました。